これから紹介するのは兵士として戦わされていた子供たちの話である。中央アメリカのエルサルバドル、中東のパレスチナ、アフガニスタン、アフリカのシエラレオネ、モザンビーク、ウガンダ。紛争地では10代の子供たちも銃を持ち、大人の兵士に混ざって紛争地帯に送り込まれている。女の子もいる。一体どんな生活をしているのか、何を感じどんなことを望んでいるのか、どうしても直接会って話を聞きたくなった。ある村に子供兵を保護するセンターがある。戦場から逃げ出してきた子供兵や救出された子供兵が一緒に生活する場所である。病院で怪我を治すのと同じように、ここで
心の治療をするのだ。人を殺した罪に悩み、もがき苦しむ毎日を送る子供。周りの人が自分のことを責めていると感じて、学校へ行くのをやめてしまう子供もいる。長い間誘拐されていた子供たちは、兵士の子供から、兵士の心から、普通の子供の心に戻してあげなければならない。